国鉄タム9400経過車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式は、塩酸専用の15トン石二軸ボギータンク車として1970年9月29日から1974年6月13日にかけて5両が、日立製作所、日本車両製造。 三菱重工業の三社にて製作された。1986年頃、タム9800型より5両の専用種別変更が行われ、本形式に編入された。落成時の所有者は、東洋相田工業、相田商事、日本陸運産業の三社であり、それぞれの常備駅は、山陽本線の諏王と大一10月1日、新南洋駅に改名。 室蘭本線の滅別駅、京葉臨海鉄道臨海本線の北袖駅である。1979年10月より化製品分類番号新82が表記された。タンク帯は普通構成で、内面はゴムライニング施工された。二役方式は積み込み口からの上入れ、空気管と液出管を用いた空気圧による上出し方式である。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は 9760mm、全幅は 2428mm、全高は 3282mm、台車中心間距離は 5660mm、重要席は12.9立方メートル、地上は14.0トン、換算量数は、席車3.0、空車1.4であり、台車は平ら受け、 コイルバネ式の TR41D または TR41E-8 であった。1987年4月の国鉄分割免営化時には5両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では4両が現存していたが、2005年2月に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。